警察庁長官は、警察庁の名がたる、警察官。日本警察で唯一階級が適用されない、警察官であるが、序列は、第一位である。その地位については、警察法第16条、第二項に規定があり、国家公安委員会の管理に服し、警察庁の長務を統括し、処部の職員を任命し、及びその含むについて、これを唐徳し、並びに、 警察庁の所証事務について都道府県警察を指揮監督する。警察庁の長務を統括する一般職の国家公務員であり、警察官である。警察法において階級制度を適用されていない唯一の警察官であるが、その地位は警察官の最高位である。警察庁長官は警視総監の長からの承認ではなく通常警察庁次長から就任する。 したがって、長官を、総監のさらに上の階級という捉え方をした場合は、一種の二階級、昇進が観光化していることになる。警察庁長官の職務は、警察庁次長によって補佐される。警察庁長官は、警察庁の所掌事務について、都道府県警察に対して、指揮監督を行うこと、広域組織犯罪等に対処するため必要があると認めるときは、 都道府県警察に対し広域組織犯罪等の処理にかかる関係都道府県警察官の分担その他の広域組織犯罪等に対処するための警察の体制に関する事項について必要な指示をすることがそれぞれできる。また内閣総理大臣によって緊急事態が布告された際は警察庁長官は布告区域を管轄する都道府県警察本部の警視総監 または、警察本部長に対し必要な指揮、命令を行い、また、布告区域以外を管轄する都道府県警察の警視総監、または、警察本部長に対し布告区域その他必要な区域に警察官を派遣することを命ずることができる。警察法第16条第1項に規定されており、国家公安委員会が内閣総理大臣の承認を得て任命する。 この証人とは日本における警察行政を執行する警察庁の最高責任者としてふさわしいかという面に着目した証人である。また警察庁長官は事務次官等会議の構成員となるなど他省庁における事務次官と同等の地位にあるものとして扱われ、また同法第76条第2項で検事総長と常に緊密な連絡を保つものとされる。なお、 現行警察法の政府案では、警察庁は総理府の外局として設置される予定であった。また警察庁長官は国務大臣をもって当てるものとされていたが、これらは国会での審議の過程で修正された。消防庁長官との違いは、警察庁長官は警察官であるが、消防庁長官は消防委員ではなく、あくまで総務官僚である。助言団体に過ぎない。 消防庁に対して警察庁は各都道府県警察へ実際に幹部を出向させており、長官もそれらの派遣職務を経験した上で就任する。警察法第15条により警察庁は国家公安委員会が管理する特別の機関である。これは中央行政機関でありながらも国家の治安維持に関わる責務を負う警察の中立性を保つためとされ。 通常、国家公安委員会以外の機関から監督を受けることはない。司法警察活動に際し、個別の警察官は、刑事訴訟法の規定に基づき一定の指揮を、検察官から受けることがあるが、警察官は、正当な理由がある場合には、この検察官の指揮に従う必要はない。この時、検事総長、検事長または、検事生は、国家公安委員会が、 懲戒権限を持つ者、つまり国家公務員たる警察庁警察官と地方刑務官に対する懲戒の訴追を国家公安委員会に行うことが認められているが、検事総長、検事長または検事生自身には懲戒権限はないため、この正当性の判断や必要性等は国家公安委員会が独自に判断することとなっている。これも警察庁を 他の機関からの不必要な干渉を避けるためのものである。国家公安委員会と警察庁長官は、検事総長と常に緊密な連携を取るものとされ、協力関係にあり、前期の司法警察活動における指揮関係は存在しない。平時において、警察庁は国家公安委員会以外の管理監督は受けないが、警察法第71条の規定により、 内閣総理大臣が国家公安委員会の勧告に基づき、全国、または一部の区域について緊急事態の布告を発した場合、同法第72条により内閣総理大臣は、その統制権により一時的に警察を統制し、その緊急事態を収集するため必要な限度において、長官を直接に指揮監督する。これは、実力行使手段を持つ。 治安維持機関である警察をその民主主義的統制下に置きながら速やかな治安収集を図るためのものである。緊急事態の布告が発せられた時は警察庁長官は布告に記載された区域を管轄する都道府県警察の警視総監または警察本部長に対し、管区警察局長は布告区域を管轄する府県警察の警察本部長に対し、 必要な命令をし、または支給するものとされ、布告区域を管轄する都道府県警察以外の都道府県警察に対して、布告区域その他必要な区域に警察官を派遣することを命ずることができる旨が、同法第73条に規定されている。また、警察法第74条の規定により、内閣総理大臣は緊急事態の布告を発した場合には、 これを発した日から20日以内に国会に不義して、その承認を求めなければならず、国会が閉会中の場合または、衆議院が解散されている場合には、その後最初に招集される国会において速やかにその承認を求めなければならないものとされる。内閣総理大臣は、国会で不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の布告の廃止を議決したとき、または、 当該布告の必要がなくなったときは、速やかに当該布告を廃止しなければならないものとされている。内務省警保局長、内事局第一局長、国家地方警察本部長官は含めない。警察庁長官表彰は、警察庁及び都道府県警察を含める警察全体の表彰制度において最高位の表彰であり、警察庁の定める。 警察表彰規則に規定されている。警察庁長官の表彰は警察官を対象とした表彰と犯罪の予防や捜査への協力等で功績のあった国民に対する表彰がある。ありがとうございます。